はい、おはようございます。カパパです。ここはですね、北鎌倉駅ということでございまして、今日は鎌倉アルプスを歩きます。それではね、今回のコースですが、通称鎌倉アルプスと呼ばれる鎌倉市街地北側の尾根道を歩きます。スタートはね、この北鎌倉駅、線路を右に見ながら鎌倉街道を歩き、建長寺へ向かいます。建長寺構内から半僧坊へ向かって尾根道に出ます。山道を進むとコース中最も標高が高い大平山に出ます。天苑の分岐を秘境獅子舞谷に下って紅葉を楽しんでから、谷筋を下って鎌倉宮まで歩きます。鎌倉宮っていうのは太平記ファンの僕にとっては聖地みたいなところなんです。そして頼朝の墓で参拝してゴールの鶴岡八幡宮へ向かいます。では行ってみましょう。はい、さっきね、明月院の方行ったらまだまだ空いてないということで、これからね、建長寺の方に向かっていきたいと思います。あれが総門ですね。でも閉まってるね。いや、これは絶景だな。
はい、この分岐はですね、こう左行くと、天苑、大平山、天苑方面ですね。で、こっちから行くとね、なんかショートカットで、まあ、早く八幡宮の方降りられるらしいんですけど、とりあえず拝見コースがこっちなんで行ってみたいと思います。なんかね、ここのコース面白くて、すぐ下に住宅地があるんだけど、もう窓の中の人まで見えるんだけど、カレーの匂いが漂ってきたんでね、なんか今カレーの口になってます。せっかくね、この後岬でマグロ食おうと思ってんだけど、なんか今カレーが勝ってるわ。いや、冬でさ、このいや、あのやぶやぶ感があるんだから、夏はすごいだろうねこれ。今天苑に向かってんだけど、でもね、ここまで、そうですね、出発して2時間も経ってないかな、1時間ちょっとですけど、すごくね、いい山道ですよ。もうすごく歩きやすくていいです。ここは本当好きになるね。で、何がいいってね、まあ、ところどころで海が見えるんだよね。栃木県民はね、山行って海が見えるなんていう発想がもともとないから、まあ、そっからして素晴らしいですね。おお、開けたよ。ああ、三角点。大平山、はい、大平山山頂はね、こんな感じです。はい、ちょうどね、10畳間ぐらいの広さ、ちょっと斜めってますけどね。あー、なんかね、すぐそこに工事やってんだけどね、なんか作ってます。こっち側はね、あっちは相模湾、鎌倉の市街の端っこの方かな。ねえ。はい。さっきね、工事したのゴルフ場の施設らしいですね。はい。で、ここのね、公衆トイレがあります。皆さんご利用になってますね。ここまで車で来れるんだ。はい、さっきね、あそこでここは庭園だなんて言ってる人いましたけど、なんか庭園ってなんか茶店があるようなイメージなんだけど、で、ここにね、建て札があって、ここはね、今度横浜市の最高地点だって。さっきはね、鎌倉市の最高地点が大平山があって、歩いてね、まだ5分ぐらいなんだけど、あ、これがね、獅子舞だ。僕のね、ツイートもさんでよく仲良くさせてもらってるマヤさん情報で、この獅子舞ってところの紅葉がね、残ってれば非常に、見事だと、ぜひ寄ってみなさいという指示があったんで、今から行ってみます。ちょっとね、下りで滑りやすいんですよ。とにかく、すんごいズルズルなのね。で、今日は奇跡的に尻ペタ打ってないんだけど、ちょっと怖いんでカメラちょっと止めますね。獅子岩。ライオンシェイプドロック。そこボヨンってする、ボヨンって、うん、さっきボヨンってなってるの見たから、そこは通らない。いや、ようやくね、車道に出ました。
あ、なんか変電施設みたいのが見えます。はい、ここからは、まあ、地図上でも住宅地に入っていくんで、いや、あの恐怖のズルズルゾーン終わったかと思うとものすごくホッとしてます。はい、鎌倉宮です。おお、これがそうなんだ。ちょっと割とシーソーだね、確かはい、ね、これ太鼓橋って言うんですって。昔はね、なんか登れたらしいんですけど、日光の神橋みたいなのあるよね。いやー、やっとゴールに来ました。はい、ということでございまして、鎌倉アルプス縦走、もう非常にね天気がいい、まあ、いい日に恵まれまして最高でした。今日もねご視聴ありがとうございました。カンパパでした。